私、それこそ12年ですね、多分宮根さんの短編を、ムージック探偵以来ですかね、多分これでポールさんの作品を用意するのは。あ、そうですね、あのムージック探偵っていう、まあ、短編中編映画ですね、はい、があったんですけど、それの時にも、その時はちょっと、まあ、いろいろ理由が、はいはいはい、まあ、金銭的な理由ですけど、なかなか来にくいっていうね、そうそう、来れなかったんですけど、はいはいはい、ちょっとあの今回は、まあ、時の流れとともに、はい、来れるようになりまして、ちょっと感動でございます。あれから7年ですもんね、7年ぐらい。そうですね、7年前によく生き残って、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、はい、まさに、まあ、本当に、まあ、映画愛たっぷりだったと思うんですけど、そこを続くと多分、はい、もうスペースマンパイアの話で終わりそうな感じもするといけないので、きっかけからまずお聞きしていいですか。映画の、はい、もともとこれは、TSUTAYA が、今やっている TSUTAYA クリエイターズプログラムっていう、まあ、映画の企画コンペですね、映画の企画をこう出して、まあ、いろいろ本数が集まる中で、まあ3本ぐらい面白かったら実写しようっていうのをやってまして、それで賞をいただけたんですよ、はい、ゴーストマスター、もともとはゴーストマスターズ呪いのビデオができるまでっていう、さらに B 級感あるタイトルだったんですけど、はいはい、まあ、その企画が、はい、受賞できましたで、はいはい、そこからまあ企画をこう揉んでいくというか作っていく中で、はい、ゴーストマスターズがなくなり、はいはい、あの呪いのビデオでもなくなりキラキラ映画になり、はい、こういう映画になってきました。あ、すごいですね、はい、で、まあ、これもあのいろんなところでちょっと喋ったりするんですけど、もともとはその呪いの、まあ、要は低予算ホラー映画を作ってるクルーの話だったんですよね、はいはい、それにあの脚本の楠野一郎さんっていう方が、はいはい、天空の鉢であるとかやられてる、はいはい、あの東京クールとかの方が入った時に、今彼が、いや、これあのキラキラ映画の撮影現場にしたらどうですかってアイデアを持ってきてもらったんですよ。でそこはもう完全に楠野さんのアイデアで、それを聞いた時に、いや、面白いなと思ったんですよ、はいはい、あのやっぱり最初ホラーからホラーだとあんまりこうグラデーションがないし、うん、まあ、今となってはなんか何か止める、ね、何か止めるなみたいな、そこから来たかみたいなって言われちゃいますからね、結果ね、はい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 、スタートとしてはちょっとこっちの方が先だったんですけど、はい、あのそこ大事ですからね、まあ、あの数奇な運命をたどりまして、はい、マスターだったというがあり、はい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 、ただキラキラ映画、そのピンクのあキラキラした世界からブラディな世界に行くっていうのはなんかグラデーションがあって面白いなっていうのと、はい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 、あとはまあその当初自分のイメージとしては、まあ、ある日本の撮影現場の、まあ、ある皮肉であるとか、はいはいはい、ディスではないんですけど、みたいなところもなんか描きたいなっていうのもあったので、それはなんかこうキラキラ映画からっていうのはなんかさらに強烈な表現できそうだなっていうのもあって、はい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 、こういうふうになりました。だから今まさにポールさんおっしゃったように、実はそのキラキラ映画になったことによって、顔ドンできるようになったんですね。そうなんですね。それが多分通常あれはなかなかいいアイデアだなと思って、あ、確かに顔、はい、ああやったら顔潰せるっていうのが、確かにそこで逆にそのホラーのクルーだったらそれ当然のことですもんね、別に、そうですね、それが逆にキラキラ映画の撮影現場だったらああいう風にできるっていうのは、やっぱそれもいろんなアイデア出てきました、そこから。ああ、はい。まあもちろん、なんか、楠野さんの中では、むしろキラキラ映画よりも壁ドンで人を殺したいっていうのが先にあったみたいなんですよ。彼が温めてたアイデアで、いや、壁ドンで人を殺したいってずっと思ってたんですよってこう、孫で言ってきて、あ、そうですかって。で、多分そこからスタートだったんですよね、きっと。アイデアの、フラッシュアイデアとして。それで、まあ、打ち合わせをする中で、まあ、けど、ただ殺すんであったらつまらないから、せっかくキラキラ映画だから、こう、キラキラ殺しでやっていきましょうっていうので、バックハグしたりとか、そうそう、なるべくキラキラにこう絡めていけたら面白いよねみたいな感じで、その殺し方に関してですね、やってったら覚えてますね。で、そこに実はその、はい、王さんがやっぱり受けてきた映画たちの、はい、まあ、オマージュというか愛が入ってくるわけですけど、はい、それはどうでしょう、どこの段階でもそれ最初に脚本とか入れてたんですか。というよりもそのオマージュに関してはオマージュ先行ではないんですよね。っていうのはそれは今回じゃなぜああいう表現になっていくのかっていうに関しては、はい、もうあくまでこれは真面目にそのシナリオが必要としているからそうしているだけです、はい、っていうのは、はいはいはい、その黒澤明というキャラクターですよね、うん、彼は多分 B 級映画をすごい好きで、それこそ劇中でも語ってますけど、スペースヴァンパイアであるとか、はい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 、まあ、80s 70s ぐらいの多分映画が好きだと思うんですよ、はい、で彼の脚本がそのまあ、あの世界をこうホラーの世界にこうしてしまうわけじゃないですか、はいはい、それによって生まれるホラーであるから、当然 80s のまあサムライミであるとか、あのカーペンターとかカーペンターであるとかみたいな形になる、はいはい、だからそのそもそもオマージュ先行ではないんですよ、その台本の
必要性っていうんですかね、黒沢の巻き起こしたことであるからああいうふうになるっていうニュアンス認識ですね、認識で演出はしました。でも逆にでもお好きな作品でもありますよね。 あります、もちろ ん、 やっぱり、まあ、僕もいわゆるガチガチのホラーマニアみたいな方っていらっしゃるじゃないですか、うん、ではないんですよね、正直言うと。もちろんあの他のホラー映画の映画もすごく見るんですよ、はい、でただホラー映画っていうジャンル自体はすごく好きで、うん、特に見てるジャンルではあります。やっぱりすごく映画的だと思うんですよね、ホラーって、はい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 、いうのはやっぱ撮影現場って、まあ、ちょっと想像すれば分かると思うんですけど、人は死んでないわけですよ、撮影現場では。そうなんですよね。そうなんですよ、はいはいはい、実はそうなんですよね。実はそうなんですよね。そう大事ですよね。そうそうそう、はいはいはい、人は死なない、人は死ねないわけですよ。そして人が死ぬ瞬間を多分そのまま撮っても地味、多分面白くない、そして見たくないし、はいはい、人はね、ダメですよ、まあ、そうですね、死んじゃダメなんですよ、映画の中ではね。そう、ただやっぱフレームの外では、はい、もう結構いろんな人がいるわけですよ、はい、例えばその物をなんかこう支えるために変な体勢でこうやってる人がいたりとか、はいはい、物をなんか釣り取り吊るしてたりとか、もういろんな人が間抜けなことをフレームの外でやってるわけですよ、はい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 、でただ完成するとそれを見て人が怖いとか、はい、おわってショックになってる、なんかそこのズレ、ギャップとジャンプがすごく僕は映画的だなと思っていて、でまたその人が死ぬっていうのはなかなか見せられないものをどういう風な表現で、要は現実のリアリティレベルから飛躍して表現で見せたら人が驚くんだろうかっていうところに、なんかそのみんな観客が喜ぶっていうか、そこがホラー映画ってすごく映画的だなっていうのはすごくあって、それもあって好きなジャンルではあります。そうですよね、うん、その部分はやっぱりちょっと、まあ、逆に言うとホラーしか多分ないとこだと思うんですよ ね、 そうですね、でも逆にそのゴーストマスターってやっぱりその、ちょっとまああの教科書的な面白さでいうと、実はその全然例えばその、まあ、何の映画か、例えばスペースヴァンパイア含めても知らない人が見ると、そこはやっぱりちょっと気になるわけじゃないですか、はいはい、あの要するにやっぱり我々やっぱり僕らは映画好きが見ると、あそういうの使ってくるんだなっていう人がいれば、はいはい、全くもって例えば本当にゴーストマスターっていうのをこう普通の新作で見に来た人からすると、やっぱりここから勉強できることもあるわけですね、はいはいはい、それってでもあんまりその、まあ、僕はこれ結構やっぱりあポールさんすごいなと思ったのは、その普通はやっぱりなんて言うんでしょう、タイトルを例えばもう出さないとか、その中で出てくるスペースヴァンパイアとか言わずに、なんか絵だけで見せる人がいらっしゃるわけです、はいはい、でも監督の映画の場合はきちっとそこのタイトルを見て、でスペースヴァンパイアが好きなんです、あとは監督たちの名前がババって出るんですか、あれなんか結構僕は教科書的な感じ好きですけど、ね、あ教科書、なるほど、うん、やそれはまあポールさん言われたように、やっぱりホラー映画ってなかなか実は、映画好きな人も結構と、得意なジャンルではないと思うんですよ、やっぱりその、はいはい、やっぱり血が苦手だったりとか、でもこういう形でパパって言われると何だったんだろうと思って、補足できる映画ではあるのかなと思うんですよね。ちょっと僕これを完成した後なんですけど、はい、話の中で面白いなと思ったことがありまして、一番最後にエンディングテーマで流れるラップの歌があるじゃないですか、はい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 、あれを作ったマテリアルクラブっていう、まあバンドというかそのグループの小出さんっていう方がまあいらっしゃいまして、小出さんはすごくホラー、日本、まあ、いわゆる J ホラーですね、主に J ホラーがすごい好きな方なんですけど、彼となんかある取材の中で話してて面白いなと思ったのが、確か映画の中に出てくるまあレファレンスというか元ネタみたいな話をなんか聞かれた時に、いやただこの映画って結構ラップみたいだなと思うんですよねって言ってたんですよ、小出さんが。つまりラップも要はいろんな音楽のサンプリングなんですよ、トラックっていうかその楽曲をいろんなところから引っ張ってくるんだけど、ただそのラップの曲を聴いてる人は元ネタが何か知らなくても全然楽しめると、はいはい、でただその元ネタにこういろんな音楽を聴いてる時に出会った時に、あこれってこうなんだっていうところの発見がある、でただそれも意外とけど元ネタの曲の印象とラップの曲の印象と違う、はいはい、だから音楽はラップっていうのはそもそもそういうものだし、この映画もそういうところがあるなと思ったことをおっしゃってて、はいはい、あなんか面白いなっていうのはすごく思いましたね。だから僕としてもその元ネタを知らない全然知らない人が見てももう良いというか、むしろそういう人にも見てもらいたい、だからこれひけらかしたいわけでは全くないんですよね、うんうん、ただ先も言ったようにこう元ね、その黒沢っていう男の必然性でこうああいう風になっているだけで、はいはい、なんかこのホラーマニアの密かな楽しみにしてはいけないっていうのは、あそうそう、ええ、そこなんですよね、だから多分それは僕一番ラストに、やっぱりそのまあ、三浦さん自体が、まあ、とにかく映写機というかなって、投影させるわけじゃないですか、それですよね、だからそこはやっぱりすごく映画的映画じゃないですか、ああいう風に で結構それはノスタルジーにもなるし、そこはやっぱりまたファンタジックにもなるわけですよね、 あれはやっぱりだから結構それ もう最初からああいう風にもやろうっていう風には決めてました。でも、最後三浦さんが登場するところに関しては、はい、
あ、ちなみに出すタイミングをちょっと見失ったので今出しますが、はいはい、あのこれ撮影した台本ですね、はい、まあ意外とこう普通のオレンジの、はいはい、なんかまあこうかちょっと書いてあったりなんかったり、あのああいうシナリオではねないと思います。そう、ああいうシナリオではないんですよね。まあそこなんですよ、ちょっと今見せました。はいはい、あの、いやいや、ありがとうございます。あ、でちょっと話が戻ると、はい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 、いやあれもシナリオ、カメラ人間はもうかなり初期の段階からありました。はい、ただその後光をこう投射していって、そこにこう何かが映るっていうのは、シナリオを進めてる中で出てきたアイデアでしたね。なんかこう、ただクスもう覚えてないんですけど、楠野さんとこう帰りに歩いてて、いやなんかこう出て光が出るってあるんですけど、そこにこう今まで関わってきた撮影出てきた人の戦った記録みたいなものがなんか映ったらいいんじゃないかなみたいなことをなんかこうちょっと多分出したんですよね、話が。それでああなりました。なんかあれに関してはなんていうんですかね、ちょっとやや、うん、関連的でもないんですけど、はい、気持ち先行の話になっちゃうんですけど、はいはい、なんていうんですかね、そこにあの撮影現場というか、まあ、殺戮の現場でもあるんですけど、はい、あそこに確かにその人はいたんだよっていうのをなんか伝えるというか、なんか表現したかったんですよね、うん、なんかやっぱりその実際の撮影もそうなんですけど、ものすごくたくさんの人が関わっていて、はい、それこそこう画面の背後になんかなんていうんですかね、その花瓶が1個置いてある。でも花瓶は勝手には来ないわけですよ、はい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 、誰かが置かないと花瓶はこそれ置かれないんですよね、はい、でそういうものの連続、そういうものが全て詰め合ったのがやっぱり映画だと思っていて、うん、そこに花瓶が置かれているっていうのは花瓶が置いた人がそこにいるっていうことのドキュメンタリーだと思うんですよ、うん、なんかそれいうような感覚ですかね。なんかこう確かにもういろんなことがあったけども、はい、この中にはなんかそのプロデューサーもいたし、はい、カニにうるさいなんかでパンツを覗く、そうですね、照明の人もいたし、はい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 、いたんだよっていうのをなんか見せたかったっていうのはあるかもしれないです。あのまさにそれあれですよね、僕その一人じゃできないってことですよね。あ、つまり映画ってものは本当チームであり、うん、でそれはあの、我々はそのできたものしか見てないので、そのこっち側を見せるには、ポールさんの見せ方としてはそれはすごい多分だから、あこういうことだよねっていうのもあるし、あとはやっぱり彼自体が、あ、皆さんってやっぱ監督になりたかった人じゃないですか、でだから最後のシーンなんていうのは、まあ本当に自分の要するに作品通りに起こったこと、まあ常に殺戮ではあるんですけど、それを自分で投射して見せるっていうのは、結構すごい表現だと思いますけど ね、あれもやっぱりまあそう、クスさんのアイデアもあったし、まあなんかあなったとも言えるんですけどね、はい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 、そのうん、なんかただなんかそのただそれがハッピーエンドなのかっていうとわからないっていうところはちょっと重要だなと思ってました。なんかこう、はいはい、これがある種ただの美談になってしまって美しいストーリーではないんではないだろうなっていう気持ちがあって、うん、まあ彼がその監督になりたいと言っていたけれども、はい、じゃあ果たして彼は監督になったのか、じゃあ彼に監督になったとしましょう、まあ、映写そのああいうものがあって、はいはい、ただ死ぬわけですよね、うん、じゃあそれで果たして彼は幸せだったのか、それは分からないわけですよ。なんかそこの、うん、ハッピーストーリーではなく、ただのバッドエンドではなく、はいはい、なんかそこのこの、うん、それが重要だった気がします。だからやっぱりある種お客さんに持って帰らせるってことですね。つまり答えは別にそのこちらからは明確に出してなかったとしても、想像は自由にはできるわけですからね。まあ、そうですね。まあ想像というかどう考えますかというか、まあ僕も分かんないって分かんないっていうか。まあどうか、どう多分それ見てる時によって違うと思うんですけど、はい、そうなんですよね。なんか、うん、なんか明確に好きではなく、うんうん、なんかそこのなんかこう清濁なのか愛憎なのかいろんなものが混じった状態っていうのが多分今回の映画を作る時の一番大きいモチーフというかテーマだったので、はいはい、なんかそこは大事にしたいなって思いはありましたね。あとまあ、成美さんですけど、アクションシーン意外に珍しいんですよね。そうですよね、全然やられてないって ないですよね、なんか本人もやったことないんで、やってみたい、やってみたいって言ったかな、わかんないけど、ね、けどやってもらっ頑張ってやってもらいましたね。トンパの代わりに小豆バーチのもね、やっぱりね、あれ硬いですか、まあ、あれでも結構狂気になりますからね。そうそう、危ないですから、危ないですからね。どうでした、成美さん、三浦さんっていうのは、まあ、父さんから。いや、もうね、まあ、まず素朴なやつで言うとですけど、はい、やっぱ終わってすごい好きになっちゃいましたね。あもうね、じゃあもうそれはもうポールさんのもう映画に出てもらったお二人ですからね。いやけど、まあ、まずそうですね、成美さんで言うと、はい、成美さんって多分成美さんにしか打てない奇跡
跡のホームランを打てる人な気がするんですよ。あの彼女にしかできない演技が絶対にあるっていう、はいはい、そういう人ですね、はい、なんかあのなんていうんですかね、毎シーン毎シーン違うんですよね、顔が、うん、あこの瞬間奈美さんでこういう顔になるんだとか、はいはい、えここまでいっちゃうんだとか、はいはい、もう多分普通の人ではできない演技が可能だから、その毎シーンこうやっていてすごくこっちも毎回驚いていて、あわあ本当に面白かったです。もう具体的に言えば、例えば奈美さんが体育館でアクションシーンでバカーっていう時の顔なんかすごい、はいはい、わーみたいな、もう本当に思ったわけですよ。でその後にシーンで台本なんかこう外で燃やしてるところ、はいはい、なんかちょっと光の炎の光り方なんかすごい柔らかい顔になってて、あこういう顔もあるんだなっていうか、もうすごい、まあラストシーンもね、はいはい、そうですけど、もう本当に多分成美さん以外にはできないことが本当にできる人、でそれはもうわーした、ね、まあ、オンリーワンの女優さんですね。オンリーワンですね、本当にそう思います。三浦さんですか？三浦さんは、はい、一方でめちゃめちゃプロなんですよ。このなんていうのかな、どんな打球も三浦さんのフィルターを通してちゃんと返してくれるっていうか、はい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 、要はセリフでもそのここってなんだろうな、うまく難しいセリフもあるんですけど、それもさらっとこう返せるし、かつ、はい、もう三浦くんじゃないとこれは黒沢じゃないよねっていう説得力を目の前で表現してくれるんですよね。例えば走り方にしてもなんかあんなドタ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 走って体めっちゃ重いだろうみたいな、ちゃんとそのね、そう、ただやっぱり終わってですよ、撮影終わって会ったりすると、はいはい、あれ三浦くん意外となんかスッキリしてんなみたいな、あちゃんとやっぱ役にね、そうなんですよ、見せてくれるそうなんですよ。でかつやっぱりすごく職業として技術もあるし勘もいいというか、その決めどころの基本多分性格的にはやや恥ずかしがり屋さんな方だと思うんですけど、アクセルちゃんと踏んでくれるんですよね。その演技の感情をバッと表に出すところは、それを具体的な形として見えるように演技もしてくれるし、あのすごく頼りがいがありました。なんで三浦くんが中心にいたから、なんかこう成立したところが軸がすごくあったから成立したんじゃないかなっていう気持ちもありますね。三浦さんみたいなタイプの役者さんって本当にその映画の道具になるパターンですよね、うん、多分本当にちゃんとあの、やっぱりその作品の一部にこうなってしまうパターンだと、そうですね、うん、で、まだぼちぼちではあるんですけど、はい、まあ本当にごめんなさい、最後の質問になっちゃいますけど、はい、まあどうでしょう、例えば今今回ボスマスターみたいなこう作品出来上がって、まあ、また次にっていうことになった時に、はいはい、こうボスさんの中でこう、まあこれだけはっていうのとあれはすぐやってみたいなっていう、あただいやちょっとまあ微妙な話がそれるんですけど、はいはい、多分ちょっとゴーストマスターみたいな映画しばらく撮れない気がします、僕は。これ結構あの力強いですからね、これを超えるとなかなか難しいですよね。同じことは多分できないし、これはやっぱいろんなきっかけ、いろんな出会いといろんなタイミングがすごく重なったし、はい、やっぱり役者もそうです、俳優陣もそうだし、スタッフ陣もそうだし、はい、なんかこうあのメンバーでしかあの瞬間しかできなかった映画な気がして、多分自分もそうなんですよね。だから、はい、多分続きはまたちょっと違うものにはなる気はしますが、やっぱり自分の映画を見ていて、うん、わーっと思う瞬間が何かっていうと、はい、やっぱ驚くんですよね。あ自分の想像を超える、こんなことが目の前に起きるんだっていう、はいはい、説得力、有無を言わさずすごいと思わせてしまうっていうものに対してやっぱ憧れがあって映画をやっているっていうのがあるので、はいはい、その瞬間の描写というか、なんかそういうものがなんかこうできるようにはなりたいなっていう思いはあります。なんかどんな題材でもそれは別に僕は題材はなんていうのかな、別にこだわらないので、そのホラーだけじゃないとやりたいので、はい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 、なんかそういったものがまたできるようにちょっと頑張りたいなとは思ってますね。それこそそういうなんていうでしょう、いろんなジャンルできる監督さんになれる方が逆に面白いですからね。やっぱりそれは多分、でも一つ多分ポールさん撮ってるものがあるから、それで我々は多分スクリーンのフィルターとして見れるのが多分一番、ね、そういう風になれたら、まあ、幸せですね。やっぱり僕も例えば東映、まあ、中島貞夫監督、東映役座がすごい大好きです。やっぱり職業監督ってどんな題材でもできるんですよね。ただどんな題材で超ド商業な作品でもやっぱりある表現、ある、まあ、芸術性と言ってもいいかもしれない、はい、をやっぱ達成できるのが映画の面白いところだし、うん、僕が尊敬してる監督なので、なんかそういうものではありたいなとは思いますね。ありがとうございます。ではごめんなさい、まあ、最後になってしまいますけど、じゃあお一言いただいて終わりにしたいと思います、はいはい、お願いします。
どうも今日本当に重ねてありがとうございました。来ていただいて、で、まあ、こういう、ね、見ていただいていろんな要素がある映画ですし、まあ、一本やりのちょっと素直な映画ではないのですが、もしどこか一箇所でもなんか楽しんでいただけるところがあったのであれば、本当に作った甲斐がありました。この映画ができた甲斐がありました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。心からありがとうございます。